ギルダーもしくはグルデンは15世紀から2002年まで使われていたオランダの通貨単位。略語は NLG。国際金融市場での通貨表記には NLG が使われた反面、オランダ国内での表記はもっぱらを使用したが、これは救命のフローリンに由来する。どちらも中期オランダ語のフローリン金貨が語源である。オランダが EU に参加する前に使用していた。 通貨単位である。かつては本土にとどまらず、旧植民地である、乱量東、インドなどでも使用されており、現在でもその名残で、アンティルギルダーが存在する。なお、スリナムギルダーは、2004年1月1日から、スリナムドルに通貨を変更した。現在でも有効な最後の法定交換レートは、1ユーロイコール2.20371ギルダーであり、これで換算すると、 1>, 1ギルダーイコール0.45378ユーロである。高価のユーロへの交換は2007年1月1日で終了しているが、紙幣については、このレートで2032年1月1日までユーロへの交換が可能である。1252年に初めてイタリアのフィレンツェでフローリン金貨の鋳造が開始され、ヨーロッパ中に流通することになったが、その技術力を買われて、 オランダやドイツ諸公国、ポーランドなど複数の国の金貨がフィレンツェで鋳造され、これがフロリダ、あるいはで表されることになった。国により貨幣価値は様々であり、1709年当時、イギリスの1ポンドと11ギルダー、22ストイベル、6ペニーが同等の価値であった。さらには、六ドイツグルデン四十クロイァーや十三、ポーランドグルデン六グロシュが、 同じ価値であった。あとに1フローリンイコール20ストィイベルイコール60クロイザー10フローリンイコール1ポンド8フローリンイコール20フランイコール4ドルなどとなった。ハンガリーではギルダーはフィレンツェからフォリントと呼ばれることになり現在でも通貨単位として使われている。ギルダーから様々な貨幣が派生した。かつて使われていたダルダーは1.5ギルダーと 同価値であり、ドイツで流通していたターラーから名前が取られている。オランダでは1815年に通貨制度を改定し100セントイコール1ギルダーとしたが、この新制度によるギルダー銀貨は1818 18年に発行されている。以後1999年まで次のギルダー効果が発行された。表は歴代の国王の肖像であるが、国王が変わることに、 肖像の向きが変わるのはイギリスと同じである。また理面は1980年まで一貫してオランダ王国の紋章が描かれていたが、1982年、ベアトリックス女王の時代になってからは単なる幾何学模様となった。ギルダー銀貨の他に、1、2、2.5、3ギルダーの銀貨、その他後10、20ギルダーの高額の金貨も発行されていた。また、 オランダの1917年までのギルダー銀貨は、フィが945であり、これは流通銀貨としては非常に純度が高いものである。補助効果としては、1、2、1、2.5、5、10、25セントの銅貨、低品位銀貨も発行されていたほか、5ギルダーの紙幣に代わって5ギルダーのニッケル青銅貨も後に発行されている。これらのの中には、 正方形をした効果も含まれ、収集家には人気がある。なお、イギリスのコインに関しては、フローリン銀貨を参照されたい。ユーロに変更されるまで、オランダでは10、25、50、100、250、1000ギルダーの各紙幣が流通していた。派手な色彩と斬新なデザインの紙幣は、他の先進国に先駆けて、紙幣へのバーコードの印刷。 複製防止のユーリオン模様などを取り入れ、現在のユーロ社兵の手本となった。また250という額面の社兵も他の先進国には見当たらないものであった。ありがとうございます。